が、俺はおきみさんの名誉のために付け加える。その時、おきみさんの描いた幻の中には、時々暗い雲の影が一切の幸福を脅かすように、底気味悪く去来していた。なるほど、おきみさんは田中くんを恋しているのに違いない。しかし、その田中くんは、実はおきみさんの芸術的感激が遠光をいただかせた田中くんである。詩も作る、バイオリンも弾く、油絵の具も使う、役者も務める、歌がるたもうまい、薩摩琵琶もできる、サー・ランスロットである。だからおきみさんの中にある処女の新鮮な直感性は、どうかするとこのランスロットのすこぶる怪しげな正体を感じることがないでもない。暗い不安の雲の影は、こういう時におきみさんの幻の中を通り過ぎる。が、遺憾ながらその雲の影は、現れるが早いか消えてしまう。おきみさんはいくら大人じみていても、16とか17とかいう少女である。しかも芸術的感激に満ち満ちている少女である。着物を雨で濡らす心配があるか、ライン川の入り日の絵はがきに簡単の声を漏らすときのほかは、めったに雲の影などへ心を止めないのも不思議ではない。言わんや今は、バラの咲き乱れている道に、養殖真珠の指輪だの、翡翠まがいの帯留めだのが、以下は前に書いた通りだからそこを読み返していただきたい。おきみさんは長い間、シャバンヌの三、ジャヌビエヴのごとく、月の光に照らされた瓦屋根を眺めて立っていたが、やがて草芽を一つすると、窓の障子をバタリと閉めて、また元の机の際へ横座りに座ってしまった。それから翌日の午後6時まで、おきみさんが何をしていたか、その間の詳しい消息は、残念ながら俺も知っていない。なぜ作者たる俺が知っていないのかというと、正直に言ってしまえ、俺は今夜中にこの小説を書き上げなければならないからである。翌日の午後6時、おきみさんは怪しげな紫紺のお召しのコートの上にクリーム色の肩掛けをして、いつもよりはそわそわと、もう夕闇に包まれた小川町の電車停留場へ行った。行くと、すでに田中くんは、例のごとく、つばひろの黒い帽子を目深くかぶって、用銀の握りのついた細い杖を買い込みながら、島の粗いハンオーバーの襟を立てて、赤い電灯の灯った下に、ちゃんと佇んで待っている。色の白い顔がいつもより一層また磨きがかかって、かすかに香水の匂いまでさせている様子では、今夜は格別、身じまいに注意を払っているらしい。お待たせして。おきみさんは、田中くんの顔を見上げると、息の弾んでいるような声を出した。なあに。田中くんは応用な返事をしながら、なんとも半然としない微笑を含んだ目で、じっとおきみさんの顔を眺めた。それから急に身震いを一つして、歩こう少し、と付け加えた。いや、付け加えたばかりではない。田中くんはもうその時には、アーク堂に照らされた人通りの多い往来を、須田町の方へ向かって歩き出した。サーカスがあるのは芝浦である。歩くにしてもここからは、神田橋の方へ向かって行かなければならない。おきみさんはまだ立ち止まったまま、ほこり風にひるがえるクリーム色の肩掛けへ手をやって、そっち?と不思議そうに声をかけた。が、田中くんは肩越しに、ああ、と軽く答えたぎり、依然として須田町の方へ歩いて行く。そこで、おきみさんも他に仕方がないから、すぐに田中くんへ追いつくと、葉を振るった柳の並木の下を一緒にいそいそと歩き出した。するとまた田中くんは、あのなんとも半然としない微笑を目の中に漂わせて、おきみさんの横顔を伺いながら、
おきみさんにはお気の毒だけれどもね、芝浦のサーカスはもう夕べでおしまいなんだそうだ。だから今夜は僕の知ってるうちへ行って一緒にご飯でも食べようじゃないか。そう、私どっちでもいいわ。おきみさんは田中くんの手がそっと自分の手を捉えたのを感じながら、希望と恐怖とに震えているかすかな声でこう言った。と同時にまたおきみさんの目にはまるでホトトギスを読んだ時のような感動の涙が浮かんできた。この感動の涙を通して見た小川町、淡路町、須田町の往来がいかに美しかったかは問うを待たない。西部大売り出しの楽隊の音、目まぐるしい人旦の広告伝統、クリスマスを祝う杉の葉の飾り、雲出に張った万国国旗、飾り窓の中のサンタクロス、露店に並んだ絵はがきや日ご読み、すべてのものがおきみさんの目には壮大な恋愛の歓喜を歌いながら、世界の果てまでもきらびやかに続いているかと思われる。今夜に限って天井の星の光も冷たくない。時々吹きつける埃風もコートの裾を巻くかと思うと、たちまち春が帰ったような暖かい空気に変わってしまう。幸福、幸福、幸福。